令和5年度集団指導資料指定介護予防短期入所療養介護事業所以降のこの説明では短期入所療養介護と略しますこの動画は短期入所療養介護の要点説明動画です運営指導の中で指摘や指導が多い事項 特に確認していただきたい内容について説明しています。別冊、令和5年度集団指導資料、指定、介護予防、短期入所療養介護事業所の資料に沿って説明しますので、お手元に資料をご準備の上、動画を開始してください。動画は、短期入所療養介護の運営、報酬の順番で説明いたします。 現在、令和6年3月31日まで経過措置を取られている運営基準の事項についてまとめています。9ページに記載している運営規定、虐待防止措置事項、10ページに記載している業務継続計画の策定等、13ページから14ページに記載している衛生管理等、感染症の予防及び ま円防止のための措置、16ページから17ページに記載している虐待の防止・虐待防止措置、11ページに記載している勤務体制の確保等認知症基礎研修が挙げられます。まだ体制の整備や見直しを行っていない事業所については、令和6年3月31日までに体制整備、 および手順等の見直し等を行ってください。資料の9ページを開いてください。23の1および23の2の運営規定について、4の通常の送迎の実施地域を必ず定めているか確認してください。 入所施設との併設の事業所で、この事項を定めていない事例がありましたので、ご注意ください。また、この通常の送迎の実施地域については、利用者がサービスの選択に資する内容となりますので、重要事項説明書にも記載していただきますようお願いします。 続きまして、10ページを開いてください。24、業務継続計画の策定等についてです。策定が必要になるものは、感染症にかかる業務継続計画と、災害にかかる業務継続計画になります。いずれも、厚生労働省が、作成のポイント等の研修動画及びガイドラインを ホームページに載せていますので、まだ策定されていない事業所がありましたら、参考にして策定してください。また、すでに策定している事業所においても、この動画等を見ていただき、見直すべきところがないか、ご確認いただきたいと思います。計画の策定、研修および訓練の実施については、 他のサービスとの連携等により行うことも差し支えないこととなっていることと、2枚目のスライドで説明した通り、令和6年3月31日までに整備していただく必要があることも申し添えます。続きまして、16ページを開いてください。35、虐待の防止についてです。事業者は、 虐待の発生、またはその再発を防止するため、あ事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置、い事業所における虐待の防止のための指針の整備、う事業所において短期入所療養介護の従業者に対し、虐待の防止のための研修の定期的な実施、および A、 上記の措置を適切に実施するための担当者の設置のすべての措置を講じなければならないとされています。A の事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置については、管理者を含む幅広い職種で構成する委員会を設置し、それを定期的に開催するとともに、その結果について、 短期入所療養介護従業者に周知徹底を図ることとなっています。また、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置、運営すること、および他のサービス事業者との連携等により行うことについて差し支えないこととされています。虐待防止検討委員会での具体的な検討事項については、 あの5つ目の米印に記載していますので、ご確認ください。いの事業所における虐待の防止のための指針の整備については、医の米印以下の事項を指針に盛り込むこととなっていますので、ご留意ください。うの虐待の防止のための研修の定期的な実施については、 指針に基づいた研修プログラムを作成し、年1回以上の定期的な研修を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することとなっております。また、この虐待防止の整備についても、2枚目のスライドで説明したとおり、令和6年3月31日までに、 整備していただく必要があることも申し添えます。続きまして、17ページを開いてください。36、会計の区分についてです。事業者は事業所ごとに経理を区分し、当事業の会計と他の事業の会計を区分しなければならないとなっていますが、令和6年度、 次年度介護保険制度の改正により、制度に係る施策の検討等に活用できるよう、財務諸表等の経営情報の報告を各事業者に求めることを予定しています。次年度混乱が生じないよう、事業所ごとの会計の区分を徹底していただきますようお願いします。 続きまして、40ページ及び41ページを開いてください。5、療養食加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対して、疾患治療の直接手段として発行された食事選に基づき、厚生労働大臣が定める基準に適合する療養食が提供された場合に算定し、 当該加算を行う場合は、療養食の献立て表が作成されている必要があります。まず、加算の対象となる療養食は、医師の発行する食事線に基づいて提供されている必要があること、厚生労働省が定めている基準に適合している療養食が提供されている必要があります。特に気をつけていただきたいのは、4の 腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食療法等については、1日あたりの総量6.0 g 未満の減塩食であるということです。1日あたりの総量6.0 g 以上になっている場合は、当該加算の算定要件に該当しませんので、ご注意ください。短期入所療養介護の 要点説明動画の内容は以上となります。この動画では要点のみ説明をさせていただきました。必ず本文資料についてもご確認いただきますようお願いいたします。今後とも介護保険制度の適切な運営のためにご協力いただきますようお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。